東京オリンピック・パラリンピックのマスコットについて全国の小学生の投票で決定する計画であることが分かりました組織委員会によりますと東京大会のマスコットは来月中旬に応募要項が発表され一般公募された作品の中から年末までに三四点に絞られる見通しですその最終候補の中から 全国の小学校のクラスで1票ずつ投票してもらい得票数の多い作品が選ばれるということです現在文部科学省などと協議中ということですが実現すればこれまでの大会で初めての取り組みになります組織委員会は子どもたちの意見を聞くことで大会の盛り上げにつなげたいとしています